どうも、歌舞伎町ハチネクスト王です。ポンポンポーン。千葉カラーズホワイトのカイピョンです。他のホストは弱そうなのに売れてて、なんで強い俺が売れないのか分かんないんで出場しました。夜の世界にもやっぱり格闘技の、試合があると思いまして出場の方を決めました。歌舞伎町でホストやってない時点でどうせ弱いっしょ。ガチ系の体型の方だと思うんで、しっかりと、まあ、連打決めていこうかなと思います。まあ殺さない程度に、まあ、ボコボコにして勝ちます。皆さんに見てもらえるようなちゃんと形になった試合のと、あとやっぱりその自分なりの結果を出せるように、まあ雰囲気作りだったりその場面作りだったりちゃんと頭の中に入れて構成された試合にしたいです。まあ目つぶしっしょ。観測です。何言ってんすか。みんなの心の目をつぶすんすよ。はい、新天劇国殺です。え、どんな技ですか。もうその2ラウンドなのでやっぱりその数分からまあ何十秒っていう時間があると思うんですけども、その中でまあ完膚なきその拳を解き放ちたいなと思ってます。まあ歌舞伎町に来んなら衣装変えてこいよ。まあ千葉ボーイしてるんですけど、やっぱりそこでやっぱり結果出せるように僕も頑張っていきたいんで、まあ誠心誠意、よろしくお願いします。俺が主役。俺が主役。キックルール2分2ラウンド、青コーナー、おお赤コーナー、千葉の投稿カエピョン。ラウンド1、さあ投げ試合です。いやダウンです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。どっち、マジでそう思うんですか。勝利者賞といたしまして、株式会社インコ様より高級ベースバッグを贈呈いたします。こんにちは、ハチネクストの王です。まあちょっと思ったよりも相手が弱すぎたんで、まあもう一回出場してちょっと強い相手と、まあ、戦いたいと思います。またよろしくお願いします。